今日なんですけれども、先日古流ウォーシュリケン大会の競技種目変化 B をご紹介したときに使用した的、これがあります。私は普段もっとボロボロになるまで使ってから処分します。なのでこの的を使って何かできないかなと考えていたんですけれども、古流ウォーシュリケン大会のルールで希望者を募って3件の距離から9連打を行うと記載がありましたので、それをちょっとやってみたいなと思います。距離は3件 5.4 メートルから、ルールは9連打と同じ手裏剣9本を使ってこれを一気に打ち切って合計得点を競う。そして的の高さは145センチのところにこの中心の鬼が来るようにセットしてあります。こちらを使ってちょっと遊んでみようかなと、まあそれでこの的ももっと使い込んでから処分しようかなと思っています。私はこの3件の距離でちゃんとこの9連打的を用意してやったことがなかったので、ちょうどいいかなと思っています。まあ、実際は変化 A に3件の距離も含まれますけれども、9本を一気にというとまた勝手が違ってくると思います。おそらくね、あれも参加者を募ってと書いてありましたので、全員が必ず参加ということではありません。ですので今日もちょっと気軽に遊んでみようかなと思います。3件9連打やってみたいと思います。だいぶ外してしまった感じがあります。5点が多いですね。やっぱり92だとやっぱり難しいな。5点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 6点6点8点9点9点ですね。ですので得点は58点です。得点は58点でした。2件から3件の距離の差、メートルにすると 1.8 メートル、まあ、1件の差なんですけれども、これが大きかったのかな。5点に外しすぎました。ちょっと悔しいのでもう1回やってみます。同じく9連打3件の距離から。この3件9連打は気楽にやっていい競技だと思うんですけれども、それでもちょっと58点は上回りたいですね。ちょっと最後かなりブレちゃいましたね。最後がこれです。やっぱりね、5点に1、2、3と4と5点に4本変わらないですね。同じ得点、6、6、8、これ8ですね。どう見ても8。8。で、これが一応10ですね。10。なので58点。変わらずです。
58点でした。2回目得点は同じく58点でした。ちょっとブレが大きいですね。4本5点に外してるっていうことは、2本に1本は大きく狙いを外してしまっているということになります。まあ距離が遠ければ当然ブレっていうのは大きくなるんですけれども、でも3件ぐらいだったらもう少し集中していきたいです。もう1回だけやってみます。3件9連打的を新しくしてあります。だいぶブレたのが自分でも分かりました。いやー、だいぶブレましたね。5点5点は3本なんですけど、あとがですね真ん中に全然いかなかった、6点に2本、これは7点ですね。7点とですね。なので得点は55点ですね。5点は抑えたんですけれども、8点以内にほとんど集まらなかったのが良くなかったですね。ということで今日は3件の距離から9連打これをやって遊んでみました。まあ、おそらくなんですけれども大会でこれがあるっていうのが、まあ、3件ぐらいを一つの目安として頑張ってくださいねっていうメッセージだと思ってますので、まあ、この3件の距離、この距離をちゃんとものにしたいなと改めて思いました。以前私の動画で解説させていただいたんですけれど、3件ぐらいの距離が刺さってくると手裏剣って本当に面白くなってきます。まあ中距離もしくは長距離、まあ、どちらかというと中距離になるとは思うんですけれども、要は少し離れたところからでも手裏剣が刺さる、これはやっぱり非常に大きいことだと思います。まあどこかの流派では相手が槍だった時、槍の相手の槍よりも遠い間合いから打てるように3件以上を狙えるようになりなさいなんていうふうに教えてるところもあるようです。まあつまり3件っていうのはこの一つの目安になる距離だと思いますので、やっぱり届くように刺さるように、で刺さるようになったら今度は安定して刺さるように、そして、まあ、しっかりとその距離を自分のものにしたいなと思います。ちなみに的途中で、まあ、ボロボロになっちゃいましたけれども、まあ、これぐらいまで使ったらまあもう処分してもいいかなと思うんですけれども、ここですよね。1回2回近くまで行ってるんですけれども、刺さったのがこれだけ打って1本、これはもうちょっと頑張りたい。もう少しねこの長い距離もやっぱりこの的を置くと全然集中の仕方が違ってきます。ですのでぜひこの的はコリウボ手裏剣大会の公式ホームページからダウンロードできますので、あとはそれを A3 の紙に貼って印刷して使うだけです。なのでぜひ気軽に印刷できますので試してみてください。私もねこれでもう少し練習したいと思います。もし何か質問等ありましたら気軽にコメント欄の方に書き込んでください。対応の方はさせていただきます。
それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。